カントリー TV をご覧の皆さん、こんにちは。岡田真央です。すごいな、こう、なんすかこの倉庫街。倉庫です。怪しいですね。これ今日用事あんの、ここですか。今日用事あんの、この何なんすかこれ。麻薬の倉庫みたいな。ダメ、言っちゃダメなやつ。ピーなやつでしょ、それ。これ子供を見るんだから。じゃあここに今日は行きます。はいはいはい、はい、おお、なんすか、隠れ家みたいな。あの倉庫をバスケットボールコートにしたね、そこです。おしゃれやな。ここ借りてるんですか。誰でも、誰でも借りれるんですよ。そうなんですよ。ちょっと皆さん、ここは穴場なんでぜひチェックしてね。最近の多分できたはず。じゃあちょっと概要欄に、もしレンタルできる場合は。今日何をしますか。そこになんかできそうな人いるでしょ。うまそうな人いる。そう、あの方にちょっとバスケを教えてもらえる。あの方なんていう。斉藤陽介さんです。斉藤陽介。そう、栃木ブレックスの 3x3 のチームの、聞いたことある。プレミアリーグでも1位とか4位とか、ね、教えてくるんですか。教えてくるんです。斉藤さんは何で教えて、スクールとかもやってるし、葵さんとか大悟の、葵さんね、教えてたりするし、そういうので教えるのも上手いんで。なるほど。今日はじゃあこれみんなのためにもなります。そう、みんなのために、みんなのために、私のためにも。うわ、あ、もう始まってます。始まってます。こんにちは。あ、よろしくお願いします。斉藤さんです。あ、斉藤さん、なんて呼ばれてますか。結構やっぱゴリラは多いですね。ラインスタッフも全部。あ、分かり、まあ、分かりやすいですね。うまいんですよ、こんな感じなんですか。今日教えてもらえるってこと。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ぜひ上手くなってください。はい、頑張ります。もっと上手くなります。いやいや、あんま伸びしろないような感じします。え、まさか上手いと思ってます。いや、だってダブルリーグ行って割となんかこれで生計立ててる人ですから。はい、レベルはダブルリーグですね。はい、ダブルリーグ。いやいや、もう覚えてもらったら、すげえな。海外です、海外。何これ、すごいハードな自分じゃないんだけど。海外です、海外。独特なことなんですよ。あのリズムを、タイミングを変えて、相手を抜いていく。ちょっと見たんですけど、いや、すごいなと思いました。考えてやるもんなんだと思って。お願いします、頑張ります。お願いします。はい、お願いします。はい、教えてもらいます。教えてもらう、リズム、リズム系の。はい、想像つかないですけど、僕がちょっと長く説明させてもらってもいいですか。はい、お願いします。バックビートアタックっていう名前のスキルなんですけど、これはですね、実は僕が勝手に名前を作ったんですよ。リズムを、ずらして相手を抜いていく、まあ、リズムをずらしてシュートを打つっていうのもあるんですけど、実はそのバックビートっていうのは、裏拍子っていう、まあ、ただの英語、裏拍子で攻めていくっていう、スキルなんですよね。表拍子と裏拍子っていうのがあって、みんなが全般的にやってるのは、表拍子の技なんですよ。動きですね、動作も含めて。今日実際にやってもらいたいのは裏拍子のリズム。イメージはあります。なんとなく、だからタンタンのタタンぐらいのとこなんだろうなみたいな。あ、いや、まあまあ、そういうことです。8分音符みたいな感じですよね。あ、いいですね。あ、なるほど。音楽の授業、はい、なるほど。タン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 のリズムの中にタンウン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 のこのウンの部分ですね。これで攻めていく。だからタンタンタンは普通の人のリズムなんですよ。ただそのタンウンタンウンのところのウンで攻めたいっていうのがこの裏拍子。へえ、面白いですね。なんとなくでやってる人って多分いるのかもしれないけど、そういうの教えてもらったことないから。これあのちょっと今から手拍子ワオワンっていうのを。へえ、なんだそれ。手拍子でワオワンをするんですよ、はい、なんですけど、そもそもバスケット上におけるディフェンスの動作っていうのはオフェンスが仕掛けてきたからディフェンスは反応する、シュートを仕掛けてきたからディフェンスは反応するっていう風に、基本的には後出しがディフェンスなんですよね。相手が何かを仕掛けてきたものに対してディフェンスが遅れて反応するっていうのがバスケットのオフェンスとディフェンスだと思うんですよ。ってことはもうこの時点でオフェンスが抜けないっていうのはやっぱおかしなことだと思うんですよ ね、 そうですね、はい、必ず遅れてディフェンスが反応するので、オフェンスの方が間違いなく有利な競技だっていうふうに僕は思っていて、今の前提を踏まえて僕の
仕掛けるアクションですね。だからシュートなのかドライブなのか分かんないですけど、アクションがこの拍手だと思ってください。それに対してそのまま、ディフェンス、そう同じように、はい、はいはいはい、反応して、なるほど、これは僕がオフェンスで、はい、真央ちゃんがディフェンスですね、うん、これちょっとやってみたいと思います。わかりました。いきます、はい、せーの。おお、すげえ、すごい、絶対来ると思った。もう一回ですか、もう一回ですか。いきます、せーの。っていう風に1回目でもマジですごいです。あのこれにあの反応した人今までいないんですけど、要は僕が今やったのはターン、うん、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 うんのところで拍手をしたんですよ。なるほど。言っちゃえば準備さえしてれば反応できなくないです。ただ必ず遅れるんですよ。でこの運のタイミングで要はだからアクションを起こしたいっていうのが、相手が必ず遅れるタイミングでやりたいっていうのがこのバックビートアタックなんですけど、今の何回かやって5回ぐらいはもう目見開きながら合ってたじゃないですか。でも僕は同じリズムで次も叩くとは限らないし、まあそもそもこの2個目とかもこのリズムで叩くとは限らないです。でもずっと反応してたわけじゃないですか。これもいろんなヒントが隠されていて、同じリズムで叩くだろうっていう読みと、うん、あとはこの動作を見てるんですよ、うん、僕が手を開いて叩く、叩きます、叩きます、叩きますっていう動作を勝手に見てるんですよ、ディフェンスは。はいはいはい。なのでオフェンスも必ず今から行きますっていう動作があるんですよ。それをするとディフェンスが気づいて反応する、はい、だから言っちゃえばそのせーの今から行きますっていうせーのを教えないで抜きたいです。そういうのが裏拍子。すごい分かりやすい理論。そう、めっちゃ分かりやすい。嫁ができたら本当にすごいですね。はい、これをちょっと細かく、動作に分けてやっていきたいな、はい、お、すごい、すごい小さい子でもミニバスでも使えます、ね、そうですね。あの本当にうまい子はもう勝手に使ってますよ、はい、そういうもんなんですよ。そう、何だと思った。誰目線か。誰目線。そういうのができない子もこれ見れば分かって理解しできるな。なるほど。うわ、ちょっと楽しみ。楽しみ。はい、ぜひよろしくお願いします。まずじゃあボールを持ってバスケットの基本的なみんなが、やってしまう、染みついてしまってるバスケットの基本的な動作は、例えばドライブをするとき、ボールと一緒に自分の体が沈んでくる。のと同時にボールが下へ落ちていく、うん、同時に沈む。これは普通の人の、リズム動作なんですけど、この裏拍子はボールが上がってくるときに自分が沈むっていう、この逆の動きを、はい、え、そう、そういうことです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 。あー、さすが、いいですね。はい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 、同時に上がってくるときに沈む、逆の動きをするバックビートアタック。バックビートアタックの基本がこれ、うん、はい、そうなんです。これで抜くんです。あ、でもうまいわ、うまい、本当にうまいです。なので、この基本を踏まえた上で、はい、ちょっと一旦どんなもんなのか体験していただきたいなと。確かに確かに、ディフェンスしていただきたいなと。わー、もう真央さんがディフェンスね。はい、どうです、自信あります、止めれます。止めれますね、はい。映像を撮っていただきたいんですけど、全然スピード使わないです。おー、全然フィジカルでいかないってことですか。あー、もうフィジカルでもいかないです。もう鼻くそみたいな鼻くそみたいなドライブします。それは止めれるでしょう。はい、それは止めれますよね。先に話した通り、ダブルの選手ですか。僕35歳ですよ。あ、そうなんですか。こんな寒いところで35歳急に動いて確かに危ないわ。それでも僕は岡田真央を抜きます。止めちゃったら大丈夫ですか。うん、やりますやりましょう。大丈夫ですか。止めてください。じゃあ行きます。はい、最終的にはもうシュートまで行くっていうことでいいですか。おーおーおー、まあよく見ててくださいよ。おー、腹立つな。岡田真央は岡田真央はあっさり抜かれたことないんですか。いや、ありますけど。あります、ありますか。結構ザルなんですよ。あ、結構怖いな、いきなり。いくよ。そんなにスピード上げないでしょ。いけるでしょ。どこで使ってくるの。
え、どういうこと？いや、なんかね、どんどん行きましょう。どんどん下がるやん。いや、わかるんですよ、その抜くタイミングっていうのはわかるけど、それいつ来るかわかんない。わかるのよ。映像じゃわかんないですよ、これ。どういう感想ですか？だから本当裏拍子です。ターンで1回反応してるから、うんうん、次もう1回出れないんですよ。わかります？ああ、そういうことね。足が逆疲れてるってことですか？ちゃなんで関西弁なの？普通にこうやってこのターン、ターンみたいなで守るじゃないですか。で、ターンっていくから、その1、2を出せないんですよ。ああ、なるほど。1、2って出せない。なるほど。ちなみにですね、僕が得意なのはスリーポイントシュートなんですよ。なるほど。僕シューターなんで。あ、なるほど。離れるんであれば打っちゃいますよってこと。はい。で、またシュートにも裏拍子っていうのがあるんで。ちょっと止めて。そう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 。今はけど、あの、完全に抜かれてる感じじゃなかったです。うわっ、危ない。いや、完全にダメだったな。あー、全然あかん。え、今何が起こったんですか？そんなことよくやるでしょ。やる人たまにいます。でもそんなにいない。完全に抜かれてましたね。あと、じゃあ、ちょっと外のシュートの方も。もう言ってんすよ。はい、え？今のいけないですか、チェックに。こういて、うん、こうなんか行こうとしたのに反応したらもうこうやってですから。あ、そう。今の足なんですけど、ああ、シュートを打つときって、まあ、言っちゃえばキャッチ1、2、3の動作をキャッチ1、2ぐらい全部削るんですよ。もうこの状態から3でシュートを打つ。こうやってもうこうやってですから。ああ、反応したらこうやって。はい、なるほどね。この足を戻さずにそのままもう上がれる状況。ああ、なるほど。これチェックできるのはもう予想しかないです。すごいな、一個も止めれなかったですね。まあそうですね。まあそうですね。これをちょっと分解して、はい、確かにこれは使える。そう、やっていく。使える。もう自分で考えはったんですか？これね、僕初めて考えたの中学校2年生の頃なんですよ。すごい早っ。トータップっていう技術なんですよ。つま先をタップするだけで受けるんですよ。いい。何ですかそれ。言っちゃえば今のこのジャブステップを戻して打つのかとか、うん、これを戻してドライブするとか、戻すっていうのが普通なんですね。なるほど。このトーをタップするように戻さずにもう一回、そういうことか。はい、進めると。これは裏拍子に、まあ、中学校2年生の時に見つけて。すげえな。これすごい、なんでこんな簡単に抜けるんだろうと思って、まあ、味を占めてしまって、そこからもうリズムが独特になっちゃって、逆に僕は表拍子を覚えずにここまで来ちゃったんですよ。裏の人だ。そうです、裏の人。裏社会の人だ。なるほど。いや、自分が考えた感じで言わないでください。これはちょっと知りたい。はい、これ知りましょう。教えてもらいました。はい、細かく。はい。いや、すごいんか。裏の人ですか？